何がって何やろなっていうと、江戸時代中期から後期ぐらいに日本で人気になった絵のジャンルが南画なんですね。もともとは中国の南州画っていう絵のジャンルがあったんですけど、それが日本に入ってきて、ジャパナイズされて南画というものになりました。だから南画っていう言葉自体は日本独特の言葉なんですよ。もともとは南州画なので、中国行って南画って言っても絶対通じないっていう風なもんなんですね。で、まあ日本で伝わって人気になって、江戸時代の中で、まあ、一般庶民にはね、あの浮世絵とかがまあ人気だったんですけれども、それよりかもう一個上の層になってくると、こちらの南画というのが一番ポピュラーな、絵画として、人気を博してましたよと。だから武士とか、まあ、もちろん狩野派とかね、いろいろあるんですけども、それらを置いてもやっぱり南画というのがやっぱり量的に一番あの流通してましたよというふうに言われているので、まあ、本当に一世を風靡するぐらいの人気だったんですよ。で、南画って何なんて言われると、なんかね、ほわっとしてるじゃないですか、南画って。なんか分かりそうで分からない。で、南画って何なんて聞くと、もともと南州画っていう中国の絵があったんだよっていう、あの、教科書通りの説明はあるんですけども、それだけ言われても、っていう方多分多いと思うので、ざっくりとね、説明したいなと思います。もともと中国には宮廷画家っていうのがいたんですよ。まあ、文字通り宮廷でお勤めする絵師さんですね。まあ、日本で言うとお抱え絵師みたいな感じで、藩とかに雇われる感じ。だから徳川家のお抱え絵師で言ったら狩野派になったじゃないですか。あんな感じで中国の皇帝とかそういう宮廷とかで、お抱え絵師として勤めるのを宮廷画家っていうのがいたんですね。で、まあ、当然あの狩野派もそうですけども、伝統を重視するわけなんですよ。まあ、それはちょけた絵を描くわけにはいけないので、で大体の一定のクオリティを保たれるような描き方技術っていうのを、大事にするっていうのが、宮廷画家やったんですね。師匠に習ってちゃんと技術を受け継いでいきましょうねっていうテクニック重視技術重視っていうのがこの宮廷画家になります。で、その宮廷画家が描いたのが、引退画というふうに言います。で、それに対するものとして、文人画っていうのがあったんですよ。文人画、ここは何かっていうと、まあ、メンタル重視型だよと。いや、そんななって、あのテクばっかりやってるけど、テクばっかりあったとしてもメンタルがちゃんと伴ってなかったらあかんやろと。あのめっちゃうまい絵描いてても裏でなんか人のことボロカスに言うとったら、なんかこの人の芸術性って精神性ってどうなんと。やっぱちゃんとした芸術作品っていうのはちゃんとしたメンタルの中で培われて出来上がるもんだから、やっぱメンタル大事にしとかなあかんのちゃう。メンタルちゃんとしといた上で、こう綺麗な絵って描けるんちゃうか、ちゃんとすごいもん描けるんちゃうかっていうのが文人画の考え方なんですね。なので脱俗なんですよ。俗っぽくないと。そんな金とか名誉とかもどうでもいいね、俺は金儲けのために絵描いとんちゃうね、俺は気ままに自分の思う向くままに描きたいんじゃっていう風なのを大切にしたのが文人画、ざっくり言うとね。で、それが文人画と引退画っていう風な分け方だったのが、時代を経るごとに南州画と北州画という風に言われ方になりましたよと。北州画というのがさっき の, あのテク重視の方ね、引退画の方、テク重視の方で、南州画っていうのがメンタル重視型だよと。で、それはそっくりそのまま日本に入ってくるんですよ。入ってきて北州画の方が、まあ言うたら摂州とか狩野派とかあっち系列の、画派になりまして、まあ、日本で花開きましたよと。で、そっからちょっと遅れて南州画っていうのが、まあ、もしくは同時に入ってきたけど人気が出たのが北州画やったのかもしれないんですけども、それが後から江戸時代になって人気になったのが南州画、ジャパナイズされて南画になりましたよっていうことなんですよ。ここまで理解した上で、そう、江戸時代まではねめちゃめちゃ人気やったんですけども、これがね明治時代になってガラッと立場が変わるんですよ。この南画の立場っていうのが、なぜかというと、あのアーネスト・フェノロサさんという人がいたんですよね。その人が、まあ、お雇い外国人で、この人が近代日本画の歴史を作っていったと言っても過言ではないんですよ。この人と岡倉天心が。で、この、アーネスト・フェノロサさんが、美術新設という講演をしたんですけども、そこで南画のことをもうめちゃくちゃクソみそに言い放ったんですよ。あんなもんええちゃうんじゃみたいな感じで、今後の日本美術の中では南画というものは存在しなくていいみたいな感じで、あんなものはもうマンネリ化が生んだ悲劇だみたいな感じで、ボワーってボロカスに言って、残念ながら南画そこから、人気低迷ドコーンって落ちちゃったんですよ。で、まあ、そこら辺の話っていうのは美術新説っていう動画を以前作ってるので、よかったら見ていただければなと思いますけども、ほんまそう言っちゃって、そっから南画 の人気っていうのは額下がりで、画壇の中でも、あ、お前南画描いてんの、みたいな感じで、ちょっとなんかマウント取られるみたいな感じぐらいのレベルまで落ちちゃったんですよ。でも、まあ、田舎の方に行けばそんなん関係ねえということで、やっぱり今まで親しんだ南画っていいよねということで、やっぱある一定の需要があったので、やっぱずっとずる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 延命というか低空飛行はずっと続けてたんですよ。で、これに転機が訪れたのが、まあ、大体大正時代ぐらいというふうに言われてまして、何が起こったのかっていうと、まあその
画壇の中心で、まあ、岡倉天心とか、まあ、そういった、中央の人たちがいたんですけども、頑張ってたんですけども、だんだんね、ちょっともうちょっと技術は分かったと、西洋画を取り入れて技術革新をしていくのは分かったけども、そっからもう一個飛び出さなきゃいけないよねっていうステージに上がったんですよ、大正時代ぐらいになってくると画壇の中央というのは。で、その中でじゃあ古典をちょっと紐解いてみよう、雪舟とか室町水墨とか元平安時代の大和絵とかもっと紐解いてみようっていう風な古典回帰に行ったり、琳派っていう俵屋宗達とかもっと勉強しようとか、この装飾的なデフォルメとかイラストレーションとかそういったものをもっと取り入れていこうっていう動きになったりっていう、いろんな風なクロスオーバーするような動きになる中で、もっとメンタルを重視した方がいいんじゃないかなっていう発想にもなったんですよ。でその中で、あれなんかメンタル重視ってどっかで聞いたぞって言うと、あ、そうや、漫画ってもともとメンタル大切にしましょうよねっていう流れで来てたから、漫画をもう一回ちょっと見直した方がええんじゃないかっていうことで、漫画にもう一回脚光が当たるような形になります。そこでちょっと進化した、ブラッシュアップされた新漫画というものが大正時代に生まれましたよっていう風な流れなんですよ。で、その当時横山大観とかそういう中央にいた人たちも、南画を吸収してということで、結構このクロスオーバーして南画というものも、いろんな人が取り扱うようになって、結構ねここら辺でもうミックスされるような、状態になったっていうのが大正時代の新南画というふうに言われています。何が新南画なのかっていうのはね、固定されてはないんですよ。こういう違いもあるね、こういう違いもあるね、こんな違いもあるねっていろんな違いはあるんですけども、江戸時代とは何か違うねっていう新しいこの南画の動きっていうのが新南画というふうに考えられております。